グラストンベリーはイギリスサマセットにある小さな町。ブリストルの南3 7トルの位置にある。行政上は人シディストリクトのメンディップ内にあり、2011年の国勢調査での人口は8932人。町は有タ屋のヨセフや聖杯、アーサーオ伝説で知られている。有股屋のヨセフの聖杯物語の伝説が13世紀にフランスの詩人、 ロベールド・ボロンにより紹介された。大元の伝承は4世紀を発祥とし、13世紀に表された伝説によれば、フィリポがヨセフを宣教師として派遣したとされ、ここグラストンベリーにブリテン島で最初の教会を設立したというものである。とはいえあくまでも俗説に過ぎず、歴史に基づくものではないとされている。アーサー王伝説には、 グラストンベリー修道院跡が深く関わっており、イングランド王ヘンリー2世はアーサー王伝説を自らの権威づけに利用。この意向に沿ってヘンリー2世に仕えていたウアースはブリュ物語を作り出し、ヘンリー2世をアーサー王の後継者と位置づける狙いと物語を通じてブリトン人とノルマン人の合流を起とした。その一環としてグラストンベリー修道院は、 アーサー王終焉の地、アバロンに犠牲られ、ヘンリー二世は1184年の火災で焼け落ちた、修道院に再建資金を援助したり、アーサー王埋葬の噂をもとに、修道院を発掘させたりしていた。1189年のヘンリー二世の死後に、修道士たちが修道院の墓地に、アーサー王と王妃、グイネビアの墓を発見、宝剣エクスカリバーも、 アーサー王の墓から出たという噂が広まり、グラストンベリー修道院はアーサー王ゆかりの巡礼地として定着していった。ありがとうございます。